ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。おかげで寂しい思いせずに暮らしていけてるよ。フィーはもう私の家族だよ。島に帰ってからもずっと一緒にいてくれるよね。任せてって言ってるのかな。ありがとね、フィー。でね、その子がとっても勉強熱心な女の子でね、錬金術のことを勉強したいって言ってるの。すごいじゃない。それじゃあ将来のライザの弟子候補ね。だといいんだけど、あのくらいの子たちって将来なりたいものコロコロ変わるんだよ。まあいいんだけどね、どんなものか知ってもらえるだけでも私としては教える価値あるんだから。じゃなきゃ錬金術の存在を残すこともできないからね。そこまで考えてるなんてちょっと驚きました。なんだか本当に先生みたいだね。もう私の話はおしまい。クラウディアこそどうだったの？私？ほらフルートとかあれからも練習してるんでしょ。よかったら吹いてみてよ。私久しぶりに聞きたい。クラウディアさん、フルートを吹けるんですか？私も聞いてみたいです。二人がそう言うなら。準備するからちょっと待っててね。クラウディア、3年前よりもっと上手くなったね。感動したわ。こんなに素敵なフルート初めて聞きました。ありがとう、ライザ、パトリツィアさん。久しぶりに人前で吹いたからちょっと緊張しちゃった。私やっぱりクラウディアのフルート好きだな。もうそれくらいにして、顔が熱くなっちゃうから。お二人ともすごいですね。私は誰かに誇れるようなものなんて。え、パティだってすごいよ。貴族だしいろいろできるし。それ褒めてるんですか？クラウディア、どうしたの？別に何も。私、またバカなことを。クラウディア、どこか具合悪いのかな？少し前からちょっと様子がおかしいし。